ちょっとぐるっと撮らせてもらいますね、うん、ありがとうございます。はい、あ、ちょっとあっち側にですね、ちょっと見させてもらいますね。ありがとうございます、すいません急に、ありがとうございます。ここが新谷小学校の跡地なんですけども、残ってないそうですね。ちょっと見てみやんということですね。多分聞いてる方ちょっと言葉わからなかったと思いますけど、鹿児島弁ですね。私はある程度はちょっと理解はするんですけどね。新谷小学校の跡地、あ、公民館になってるからつながってるんですね。あ、そっか、かなり広い小学校だったんじゃないのかな、想像するに。で、公民館が一応できてるので、それでここが完全に運動場だったみたいですね。まあもう校舎の場所はわからないですけど、これがもうそのまま新たに小学校だったということですね。大隅町立かな。なるほどですね。今は、あ、井戸とかあれも残ってますね。静かな山の中の学校という感じですね。林業の山村活性化、林業構造改善の事業ということになってますね。なんか孫の代になっていろいろ変わったっていうようなことをおっしゃってましたね。はい、もうすすべてね、何十年も前なので、なんか60年ぐらい前に大隅南小学校ができた時に合併されたということで、まあその辺になんか門があったらしいんですけどね、もう形は全て残ってなくて、ちょっと思ったのが、あっちの方にね、なんかヤシの木みたいなのがあるんですよね。あの辺もなんか土地らしいので、その辺の関係で、でもこうやって今しっかりね、その大地にね、畑ができてるのがなんかすごく嬉しいですね。活用されてるということで。ちょっと肌寒いですね、この土地は。山の上なのかな。まあ、今は曽於市になってるんですけどもね、曽於市という町で、まあ、ここが新たに小学校だということをね、お伝えして、教えていただいただけでもすごく嬉しかったですね。大迫ということで、思いやりタクシーが通っていますね。まあ春を感じるいい季節に来れたなと思いますね。ここは大迫という土地になっておりますね。最初こっちかなと思ったんですけどね、有明町上別府。はい、ということで、新たに小学校の跡地ですね。こちらもいろいろね、お買い物とかね、皆さんがね、お弁当買いに来たりとかあったらしいですね。惣菜ね、今話聞いてもね、また懐かしい方、新たに小学校ですね、また集落に戻ってきてみていかがでしょうか。どうぞ、ありがとうございます。なんか先ほど聞いたら、運動会の時とかね、皆さんお弁当とか、なんか惣菜とか売ってたから、ちょこちょこ食べに来たりとか。もう60年ぐらい前ですか、亡くなったのが。大隅南小学校ができたんですもんね。ああ、30年ぐらい前とかぐらいですか。校舎がもう壊された感じですかね。少しあったんですか、一時期校舎。一時期は校舎が残ってたんですか。うん、そこに残ってたんだ。ああ、立派な木造校舎でしたか。はい、ああ。一回ほら、その山が、山があったみたいな。山が。山村教の基地。うん。作ったってな。あ、山の木を切って作ったんですね、うん、木造の。はあ、ちょうどそこが厚いのあっちゃったね。うん、ここ北岡越えた、北山越えたとこ、岡越えたところ、あっち二
とか川が通っちゃうんだよ。あ、太い川、うん、ここ新谷という名前は、ここは大阪になるんだけど、新谷という名前はどこから来てるんですか。ここから新谷でずっと。あ、こっちからも新谷なんですか。はあ、集落は新谷集落になったんですか。いや、部落は大阪やったんだ。ああ、そうなんですね。パンチは新谷で。あ、で中学校とかは皆さん、その何十年か前はどちらに行ってたんですか。野方に行くと。野方、うん、あ、今道の駅とかになっているとこですか。あ、月野とかではなく。いや、あたりのは、はい、野方やったりは。あ、歩いて歩いて行く山見て山道をみんなで歌歌いながら。いい思い出な、はい、戦争を何したか、うん、7ばっかやったのか、まだ学校行かん、うん、7つぐらいの時、戦争があった時。戦争の時はみんな家に行ってたんですか。もう学校に行かずに、うん、はあ、いや、僕は当たったやつな。ああ、どちらの方に。今原住宅のあの、うん、あの土手に。あ、土手側にですか、うん、住宅の。こう二つの成功前を向く。はあ、今なんか木を切ってますね、あの辺はね。この辺も人が昭和30年代ぐらいもものすごく多かったんじゃないですか。うん、多かった。ああ、お仕事は林業が多かったんですか、この辺りの人は。ああ、もう昔から与えるが、でからも園芸しよったら。園芸ですか、うん、あ、だからさっきの大隅南行ったら園芸がなんか上位になったとか言ってましたね、うんうん、あ、園芸関係ですか、へえ、うん、ご先祖様から歴史古いですか中学校やめ、うん、まあ、言うたんやけど、うん、それかをここでしようたとな。あ、ここがほら、あ、ここが校門の、うんうん、本当に、うん、学校がね、こうなってか、今度じゃ、うん、こっちで広げた。あ、広げたんですね。あ、なんか運動会とかでも皆さん集まって集まってますでしょ、うん、男の人は日本酒飲んで、うん、なんか MBC とか残ってそうですね。なんかその MBC のあのテレビとかにその学校があった時とか残ってそうですね。うん、子供がやっぱ減っていったんですかね、少しずつ。うん、あ、やっぱ巣立っていったって感じですかね。巣立っていったって感じですかね。じゃあもう有明、ま、間街というところですね。うん、間街、うん、そういう、そういうのとか家に美術してや、うん、ここの学校で。ああ、そうですか、ここの学校出て向こうの方に。すごいいい場所ですものね、のどかで静かなところで。すいません、あ、これがな、はい、まあ、なんかこれやったかな、戦争はもう幕府やった。ま、あたりはそこに貸してあるよ、うんうん、こういうのするの記録な、うん、記録が出た時、うん、機関銃でいられたことがあった。あ、ですか、うん、飛行機から機関銃で、うん、もう飛行機が見えやすいな、うん、人間が見えたもんだ、ね、あれ機関銃で。すごいですね、民間人まで襲ってくるんですね、うん、見るばっかりこう、まだ溝がそこがね、うち溝が通ってたのは、はいはい、そけにいる隠れて、ああ、逃げて、すごすげえな学校に、ほら、姫島ですね、うんうん、学校だこんな、あ、みんな我慢なく入ってた、うん、学校をなんか基地と思ったんでしょうかね、狙ったってことは、うん、そういう仕事こんなな。そんなに低空飛行だったんですね、低く飛んでたんですね、飛行機が、うん、低く低く、それほら、飛行機がな、そこに乗った向こう側の、うん、油タンクを引き開けた。あらららら、タンクの油、油とかと醤油弾ではなくて、うん、醤油弾みたいな感じですかね。いや、油をほら、使ったとも引き開けた。ああ、いらんか、いらない油を、うん、それがこう、ふっとかやったり、あ、みんな玉が見えてた。びっくりしますね。あ、ならそのアメリカ人みたいなのも見ますもんね、うん、怖いですよね、うん、その頃はもう殺されるって思って、女の人は連れて行かれるとかね、ありますもんね。
子供はとかね、守らないといけないから。戦争が済んだとか20年、うん、昭和20年、うん、うん、ですよね、1945年、今から何年前ですよね80年ぐらい前になるんですかね。その頃はみんなで仲良くこうして、うん、